自爆が怖いところであるんですけども、一回カットしての、さあもう一人いますよね、OK カットして、UAB と触覚 RC オンラインしてる、いますよね、OK カットしての、OK カットして、いや、でかい、ちょ、待って、ほんまに弱体が来てる、これ、いますよ、ねえ、OK、気合いで買っていったわ、買っていってんの、OK、まだやっていきますよね、OK、いいぞ、これ、ほんまに弱体が来てるのか、これ、カットして、カットしていってんの、OK、いいよ。COD しようぜということですね。どうも、カメです。まあ、今回なんですけども、まあ、COD モバイルの武器紹介やっていくんですが、皆さんですね、まあ、金曜日、多分この動画が出てるのは土曜日か日曜日になってると思うんですけども、金曜日に定期アップデートですね、大幅な武器調整っていうのが来たんですよ。で、今回はその一つなんですけども、こちらエースバルに、まあ、かなりですね、エースバルが終わるレベルぐらいな弱体化が来てるんです。まあ、正直言って運営さん、エースバル、まあ、新武器となっているんですけども、これほどの弱体化を入れた、まあ、正直言って俺は謎であります。まあ、かわいそうというか、運営さんからしたら、まあ、納得いくね、武器じゃなかったのかもしれないんですけれども、個人的にはですね、まあ、新しくこの COD に入ってきて、まあ、結構いじられる、このエースバル君、かわいそうなんじゃないかなと思ってます。カメさんも女の子にいじられてみたいです。カメさんも女の子にいじられてみたいです。まあそんなことを言ってですね、今回のカスタムはこんな感じですね。まずバレル2個の中距離バレルとなっていまして、この弾丸速度とダメージ射程距離アップ。そしてこのストックにですね、OWC スケルトンストックなんですけども、AM 時の移動速度でレレレ打ち速度アップ。そしてこの AM 時間アップということでですね、これをつけることによりかなり機動性をアップしています。そして弾薬は拡張マガジン B となっていまして、アンダーバレルにストライクフォアグリップですね。まあこのプラス効果で、そしてマイナスがこの移動速度、まあ 1% ということで、なかなかこの強いアタッチメントとなっています。そしてレーザーにレーザータクティカルですね。でですね、このエースバルの修正、なんと6つ来てるんですよね。まず1つ目ですね、まあその強化内容から紹介していくんですけども、まずこの弾丸速度のアップですね。でですね、この修正が来る前に、もちろん僕もですね、違和感があったんですけども、なんかね、閉鎖のような何かがあったんですよね。なんていうかな、そのバトルロワイヤルっていうか、その敵がね、横に動いてる時とか、閉鎖をしっかり考えてやんないと、だから、もう着弾ですね。もう撃った瞬間にこの弾が着弾しなかったんですよね。でですね、こっからビックラポン情報なんですけども、普通、ランクマッチですね、だから MP、マルチプレイって、閉鎖打ち、弾丸っていう概念がないんですよ。だから、撃った瞬間にですね、その敵に弾が当たると、というような感じなんですけども、修正前っていうのは、実際エースバルに、まあ、弾丸偏差打ちっていうのが存在してみたいです。そして2つ目、安定性のアップですね。まあ、これによるですね、このリコイル制御がかなりしやすくて、まあ、今回もですね、まあ、このアタッチメントをつけているんですけれども、まあ、誰でも無反動になるとというような感じのこのエースバル、まあ、この無反動武器となりました。そしてもう一つが射程アップと腰打ち精度のアップですね。まあ、この4つの強化内容っていうのが入ったんですよ。いやでもカメさん、4つも強化入ったんだったら、じゃあ強化じゃんみたいな感じに思うと思うんですけども、この弱体化内容がすごくすごくとても衝撃的なんですよ。まず一つ目なんですけども、被弾時のひるみアップ。これに関してはどういうことかっていうと、まあタフネスの効果あるじゃないですか。その銃撃を受けた際のひるみを軽減とか、まあヒットフリンチっていうあれがあるんですけれども、COD モバイル、このゲームってですね、相手からのこの攻撃、だから銃撃を食らった時に、このね、ADS っていうのがブレてしまうんですよね。なんでですね、この打ち合いが少し弱体化してしまったと、というような感じですね。で、もう一つなんですけども、これが痛いですね。この新武器ですね、このエースバルを初めて紹介した時もそうなんですけども、実はこいつサーンスキルができたんですよね。こんな感じ。確かダメージが36とかだったんじゃないかな、なんですけれども、胴体でも、なんと30ダメージということで4発級になってしまいました。これは超痛いですね。さっきこの強化内容でですね、まあ、この弾丸速度がアップ、そして射程がアップと、というような感じで言ったんですが、いや、この3発キルがなくなってしまったら、射程もですね、結局落ちちゃう。しかもこの弾丸速度が上がったとしても、結果的にですね、キル速は落ちてしまっているんですよね。まあ、一応ですね、このヘッドショットに当てれば3発キルできると、というような感じになっています。ブチブチにするぞ！おい、ベジータ！ほら、ムラムラしてきたぞ！ということですね、早速やっていきましょうか。いや、俺もね、その、モンスターハンターライズの早く体験版、このテスト版をやりたいね、もうそろそろ撮影終わりたいところですね。ちょっと一から行きましょうか。うん、新武器？早々新肉っていうね、なかなか広いこの扱いを受けてるエースバルなんですけども、まず一人カットしての。そして、いるね、オッケー、一人カットしての。オッケー？いや、いいね、これ。いや、近距離は言うてか、言うてね、その3発級なくなったんですけども、4発級ということですね。それいるよね。任せたぞ。そこもカットしていって、さあ、ここで UAV とショッカー C よ、オンライン、なんか、腰打ち精度、本当にこれ上がったんか。
カットして OK、 いいよ。さあキルつないでいいよ。これちょっと一回こっち逃げて伏せていいか。なんでやねん。いいぞこれ。ちょっと待って、あれは無理、あれはさすがに。で来てないか。センターいる、いるね。バラバラバラ、オッケー、カットしていっての。ナイス、オッケー、いいね。さあ、ちょっとここは廃車から出てもいいかな、わっし。ちょっと前に突っ込んでいきたいところなんですけども、さあ、女の子の方にも突っ込んでいきたいところなんですけども、ちょっと待ってくれ。センターいいね。いや、いいぞ、この立ち回り。で、ちょ、2回来られたらめんどくさいな。エースバルっていうのは、本当にこの頭一回出しがめんどくさいんですよ。それは甘いわ。やられてんね。さあ、こっちか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 。そこなんです。あいつ絶対 MP7 か。顔出すよ、顔出すよ、ほら。ちょっと待って、 OK、 勝ってーの。さあ、そしてこれショックあるし、オンラインですよ。さあ、いいね、今回デス少なめなんじゃないですかこれ。さあ、いや、いいね、これ多分こっち来る。あ、パチンとして、さあ、もう一人パチは OK、 パチンと OK、 いいよ。前にでもいいかな。OK、 カットしてーの。さあ、ここでクラスターストライクをこのサミットで、ちょ、サミットか。OK、 これぶち込んでいっての。もう一人いるよね、そこ。ナイスやり。自爆が怖いところであるんですけども、一回カットしての。さあ、もう一人いますよね。 OK、 カットして UAV とショックあるし、オンラインしてる。いますよね。 OK、 カットしての。さあ、まだまだ強くカメさんは。あお、ちょっと、オッケーオッケー、言うてくる前半、ナイスナイスナイス。18キルか。18キルの2ですぐらいなんじゃないかな。いいぞ、これ。ブチブチにするぞ。さあ、皆さん、もう AK1 終わってんだよ。終わってんだよ、お前ら。そんな使ってんじゃねえぞ、お前ら。マッチョ、こんなやつだな。もう、玄関今日は、俺はね、999だと思うんですけれども。まあね、言うてこの動画、そう、なんかエースバルが弱体化しましたよっていうような感じに出していますので。大丈夫か、それ。大量殺人起きてるぞ。ちょ、いるやろこれ。ちょ、待って、俺前線俺だけやこれ。マップ見てやこれ。前線俺だけやねん。いや、いいぞ。オッケー、カットして。いや、でかい。ちょ、待って、ほんまに弱体が来てるこれ。まあ、言うて3圧器なくなってるからね。いや、そこやるでしょ、それ。甘いっす、甘いっす、甘いっす。3つのように甘し。あーあー、ハンドガンなんか使ってんじゃねえぞ。俺を舐めてんじゃねえよ。うん、ペロペロしてくれ。さあ、これは上に投げていってあげて、あの爆発音はちょっと待って、トラウマが蘇るわ。で、そんな真正面で何しとるんですか。俺を相手に隙は見せないでくれよん。オッケー、カットしていっての。パチコン、オッケー、パチコン、オッケー、パチコン、オッケー、いいぞ、これ、いいね。さあ、言うやるか。今回ちょっと待って、撮影一発で終わるんじゃない。あっちまで装置あるぞ。終わるんじゃない。うん、あ、ちょ待って、そっち赤が、はてはて、お前だから、お前のせいで、ほら、もう自立に行く。おい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 、自立に暮らすな、それ。最低やろ、お前のせいやぞ。お前、派遣武器なんか使ってんじゃん、お前、救急なんか使ってんじゃねえよ、お前。いいよ。いいんや、これ。ちょ待って。あーち、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 ちょ待って、あかん、あかん、あかん。ちょ、言うてくれ、30キリいけるぞ、これ。うん。いますよ。ねえ、オッケー、いいね。気合で買っていったわ。買っていってんの、オッケー。まだやっていきますよね。オッケー、いいぞ、これ。ほんまに弱体が来てんのか、これ。カットして。カットしていってんの、オッケー、いいよ。UAV と、オッケー、オッケー、いいぞ、いいぞ。ナイスプレイ、ナイスプレイ、ナイスプレイ。いや、これ、レジェタイでもしっかり来る相手のことをですね、この、火力で押せてますから、まあちょっと一狩りできましたね。まあ言うてね、このマスター隊も混ざっているんですけれども、キャリーできたんじゃないでしょうか。ブチブチにするぞ。ということで、今回エースバルトだったんですけども、どうだったでしょうか。まあ一応この強化内容も入ってますんで、まあその使いやすいって方もいると思うんですけれども、個人的にはですね、この3圧器がなくなってしまったっていうのがすごく痛いんじゃないかなと思ってます。ということで、今回はこれで終わっていこうかなと思います。面白かった、参考になった、上手かったっていうのはチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもですね、COD モバイルの動画を投稿していきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。